まとめて書いたりしてる、何日と何日とか。めっちゃラジオ終わりで始まった、そう狙っ、いや確認して始める前にラジオを開いて、あ終わってると思って始めた。ユミハートありがとう。こんばんは。やばいやばいやばい格好した。そうありがとうだるま、ありがとうお手紙、えらいね、ありがとう、ありがとうね、えらいねって言ってもらえるかなって思って言った今のは。なめてる。ありがとう、こんばんは、だるまもありがとう。よくないね、よかった、こんばんは。そう今日はこの勢いでてっぺんですか、私は一応高校生なので22時までという決まりがあるので、もう決まりがなければ全然私は配信できるんだけど、チャットの字より可愛すぎて見張れ、私も我ながらね漏れてたのではと思って送り作りさせていただきました、送りつけさせていただいたよ本当にね、自己肯定感上げていきましょう。そう期待に応えられてよかったです、本当に言ってくれた、偉いねって、ありがとうね。そうじゃあ改めてこんばんは、こんばんは、改めましてこんばんは、ラジオみたいだね、改めましてこんばんは。急にかわいい、ありがとう、ハートもありがとう、送りつけてくれたりありがとう、流れ星もありがとう、たくさんありがとう、エンジンかかってきたね、本当にそう、脳内にずっと青いペディキュアが流れてるんだけど、どういうこと、宿題終わったの、何その小学生にするみたいな質問。面白すぎる、面白いね、宿題終わったの。今日のリーダーはさわちゃんです、はい。急に今日はエンジンかかるの早い、そうおしゃべりしたくて、お話、歯磨いたか。小学生かな、私小学生なのかな、歯は磨きたくて磨くんだけど、歯磨くの全然嫌いじゃなくて、急に言い始める、歯磨くの結構好きでリセットされる感じがして、あと歯磨いたらもう食べるのやめようとかなるし、ラジオ中もラーメン我慢しました、この時間に我慢すると23時ぐらいに波が来るよね、お風呂入った。配信前に入らないです、もう小学生かな私。小学生だよね、お風呂入ったとか、そうちゃんと温めてるね。でも本当にそう、でももう一人暮らしだとさ、お布団が居場所みたいなところあるよね。こんばんは、ずっとゴロゴロしながら YouTube 見てるみたいな。さおちゃん虫歯あるの、あるわけなくて、虫歯あったら大変でしょ、みんな虫歯できたらちゃんと歯医者行ってくださいね。急に急に放置しちゃダメだよ、きっと星は何だろう、でも星の何だろう、なんだ、ありがとうって紙、お腹空いてた時思いました、あそう歯磨き、めっちゃ分かる、歯磨きでリセットするか、そう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 なんだよね、ギク、それ今日のねゴロゴロしながら言っちゃう、そうそう、ドとリとフが欲しいんだ、そうなの、ご飯食べてないのまだ、でも食べますこれから多分、でも今日朝ごはんを久しぶりに食べたからめっちゃ偉い、昨日と今日朝ごはんを食べてて珍しすぎて、私的にご飯作って今日は白菜のキムチチーズスープ、めっちゃ美味しそうなんだけど、私にも作って持ってきて。ご飯作って持ってきてほしいみんなに。急にありがとう、ありがとう、リップマーク嬉しいです。朝ごはん何食べたの、そうありがとう褒めてくれて、朝ごはんはご飯とお米を食べた、お米とハムエッグ食べましたね、新潟県の国大人気と、それは新潟駅、確かに私が新潟駅に行った時に取りに行くシステム、毎日ロボ弁で行けば、届けてほしい本当に、いきなり歯磨き粉の話、私はクリニカかな、急に多分クリニカ、あれクリニカなのかな、わかんない、適当に言っちゃった、うん、料理配信はしないよ。
多分ね、私は一生料理配信をせずにアイドルを終える自信がある。多分画角で事故るのが嫌すぎて多分やらないっていう。え、すごい、ソーセージのサルサ煮込み、なんか洒落てる、おしゃれだ。こんばんは、サボちゃんパイロット。そうですよ、メイクとか偉いよね。またまた配信、そう配信してるの、配信してるんだ。明日も配信するよ。あさって公演だ。てことは、てことは朝配信をしないと毎日アイドルが継続できない。キャー、いやーもういいかな急に、いやーもういいかな。そうだよ、すごい自信でしょ。おにぎり作る配信ぐらい。おにぎり作ってるの見て誰が楽しいんですか。私のおにぎりは普通です。あ、でもうちは俵型じゃなくて普通に三角形だった。だから私も三角形で握る。そう、もう水曜日かな。チケットあるんですよね。さってこっそり行きます。お出迎え間に合わないかも。来て、あさって前座です。やったね、やったーです。嬉しい、本当に嬉しい、もう本当に本当に嬉しい。なんか前座の時はマッシーさんに会えるし日々の生きがい。ザービートの意味知ってたらラジオ、あ、聞いてない、ごめんね。聞く、後で聞くよ。今日聞けてないんだ、ぼーっとしちゃってた。そうちゃん晩ご飯食べて、食べます、これから食べるよ。そうじゃ、29日歌唱力ではでは、ぜひぜひ歌唱力も、それもそう、そう、それも楽しみ。そうなんだ、そうなんだね。ルン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 です。29日なら頑張る、話しかけるよ。今日テンションやば、私急に我に返った。明後日行きますか。何時、何時ですか。え、わかんない、何時だ。開演1時間前までなんだよね、お出迎えは。だからね、準備とかもあるからその時間なんだけど、そう、明後日お聞きし行きます。問題お出迎えにも人が、お、確かになんかね、やばいよね、なんでテンション高いのって感じですよね。私もわかんない、別になんかいいことあったとかさ、そういうさ、そう、ドゥン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 、そうだよ、ルンルンだよ。ツインテール似合わねえな急に我に返る。サホミョン楽しいですね。ミョンミョン珍しすぎ。いいね、ミョン。じゃあそう呼んで急にこんばんは。あなた歌うそうじゃん。え、本当にそうだよね。やばい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 、こんばんは。足の骨が鳴った。私足の骨よくなるんですよね。背伸びてるのかな。こんばんは。なんか背が伸びてるって言われることがあって困るって思った。これ以上は困る今日はノリノリね、ほんとそうだよね。耳より高い位置で結んでごらん、頑張る。ちなみに今サボさん162です、自称多分162。今週いろいろ動きあるから私はめたりね。ほんとそうですね、ぜひ。そう、そっか、今週いろいろ動きあるから新しいファンの方も見てくださるかもしれないのか。じゃあもうちょっと可愛い服を着て配信すればよかったかな今がちょうどいい感じですか。もう十分高いです、私はもう十分高いですよ。もう伸びないのかな、伸びないかな、伸びないでほしいな。でもライブとか行くと汗高くてよかったなって思います、それだけ、ライブだけ。自分が理想の身長は156か148急に。あ、そう、明日 BLT 待って、予約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 、セブンネットだな、沖ノ国は行けないや そうね、わかる、ライブの時の話かな。まだ伸びてる感じ。そう、なんか伸びたねってたまに会うと親に言われたりする。困るなって感じ。
黒子じゃ箸は高いな、私的には背高いでも言っていいと思う。お、本当に多分さ、2期生さんが多分高かったと思うんですよ、平均身長がね。160センチくらいの方がたくさんいて、2期ドラさんが。でも3期生さんも4期も全然高くないから、そんなにね、高いこと低いこの差が激しいのかな。だから高いなって思うなって感じ。周りも高ければ別に気になんないけどねって感じです。お母さんが言うなら本当に伸びてるかも。え、そう、でもお母さんもさ、もう年じゃないですか、私の親ってなってくるとね、年齢的に年、まあでも縮んでる説っていうのがあって、親縮んでる説っていう、私は提唱してる、これはずっとママ縮んだんじゃないって痩せても背が伸びて見える、あーたたがって 長く見えるってことか。あとありがとう、こんばんは。あ、誰ももありがとうございます。さっきから全然読めてなかったね、ありがとう。そう、ライブや、そうそうそう、だいぶね、ライブをもう、そうそうママかわいそう、ごめんママ。ご両親、お父さん178とかかな、お母さん153とか4じゃない、今は。そう、父ちゃんの寄せだな、たくさんいるのに。いやー、ファンの方のこと言ってないですよ、私のママのこと言ってるで多分縮んでるんだよね、本当に。塩取ると関節軟骨が、あー削れてくんですよね、確か。ずっと横になってたら背伸びるんじゃないかな、軟骨がすり減りづらいから。伸びはしないか、縮まないだけ。愛ありがとう、ハートもありがとう、こんばんは。身長高いと将来も出るかもしれないじゃん。あ、でももう十分じゃない、そしたらパリコレ目指してるわけじゃないしいろんな身長のモデルさんがね、いるからね。ありがとう、だるま、もうお茶もありがとう。紅茶ですね、お茶じゃない、紅茶か、ありがとう。はあ、コンタクトつけてたからさ、目がパサパサしてきた。コンタクトケース、あ、あそこにある。 パリコレね、パリコレとか無理です。ありがとう、頑張ってください、ありがとうございます。あれ目悪いんだ、そう、めっちゃ目悪いからコンタクトです。メガネサボちゃん、全然メガネでもいいんだよね、全然メガネでもいい、メガネにしようかな。え、もうメガネにしていい、ちょっと目が痛すぎる、ちょっと待ってくださいね、一瞬フェードアウトする、でも戻ってくるから。ドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥンドゥン、ありがとうございました、戻ってきました。コンタクトを外していきたいと思います。では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 、メガネを装着。ブサイクなんだよな、メガネすると。メガネして可愛い人って本当に可愛いんだろうなって思うって私はいつも思ってる。ありがとう尊い、ごめん一瞬外しちゃった、今曇ってたから。うん、可愛い、ありがとう。いや、目がいい、良くなりますね、良くなります。目が潤ってきた、乾燥を避けてきた。なんかめっちゃ不幸、ちょっと待って、めっちゃさ、汚っ、え、何汚っ、本当に汚い、女教師っぽい、やだあられちゃんみたい、その方が嬉しい急に言い始める。ありがとう、ハートも。ド入り当たり前じゃないですか。コンタクトを外したんですよ、今私は。結婚してありがとう。いいね、ありがとう。かわいい、ありがとう。みんなありがとう。そんなにいいか、メガネ。よーし。
いいのかな、メガネ好きな人は好きだよね。メガネ歴どれぐらいですか。私小6からメガネなので、でも中2とかでコンタクトにしちゃったから中3かな。だからメガネ歴はめっちゃ似合う、ありがとう、似合うなんてあるの、ありがとう。だから図書館で本読んでそう、確かに本読んでそう、本読みたいな、最近本読みたいって思う時期ですね。図書館行こうかな。メガネ全然です。新潟来て図書カード作ってないから作らないと。視力は 0.1 ないぐらい、 0.1 どっちもないぐらいです。レインボースターありがとうございます。こんばんは。カフェにいそう、確かにカフェにいそう。メガネ女子これ勉強できそうね、この勉強できそう感、やっぱメガネすごいな。ありがとうね、ハートも。視力こそ年々落ち、そうだよね。私もね、もうね、親が今 0.032 とかで、もうね、やばいのね。だからね、遺伝的に目が悪くて。そうなの、結構目悪いんだよね。そうなの。コンタクトはマイナス 1.75 とマイナス 2.25 だから、そんなに悪くないと思うんだけど、ずっと初めて買った時からどう変えてなくて。更新して勝手に買ってるから、そうだからもう一回眼科行ったらまた視力が落ちてるかもしれない。暗いところでスマホ見ちゃったりするから、それがね。本当にでも小学校の時に目が悪くなったのはスマホも持ってなかったから、本当に勉強なんだろうなって思う。めっちゃこんなんで勉強してたから。公演のために視力が 2.0 になる、めっちゃわかる。ライブ行く時ってさ、私これ持ってくんですけど、1階席とかだったら、スタンドだったら絶対これもう持ってってて、わかる。だから劇場のステージから後ろまで見えて、見えてます。それは全然見える、余裕だから。うちわとかもすぐ立ち見の方でも見える。ライブの時は見えない。わかるわかる。レインボースターありがとうございます。あともありがとう。アキスマークもありがとうございます。 0.1 以下って視力検査の一番上の丸がどこ開いてるか分からない。それで焦ったことある。なんかね 0.1 なんだけど、なんかもういや見えるでしょみたいに思ってコンタクト外したら見えなくて、私ってこんなに目悪いのって思ってショック受けました。めっちゃありがとう、お手紙ありがとう。愛愛ありがとう。劇場くらいの大きさが一番いいよね。そうだよね、見える。あともありがとうございます。運転免許取るときはメガネ必須だな。あー確かにそう、走らないと。うん、それはね難しいよね。役に立たなくなるから。あー確かに、なんかさ、ありがとうだるま。なんか視力検査のさ、暗記しちゃうじゃないですか。これほんと良くないんだけど、暗記できちゃうじゃないですか。私名前順後ろだったから、小学校の時の検査とかもう待ってる時間が暇すぎて、もうなんか右左右上下下とか思っちゃってたから、なんかそれで乗り切っちゃってて小5まで。だから小6になっていきなり目が 0.1 とかになっちゃって、だからもうみんなびっくり、こんなに目悪くなったのみたいな。だから多分本当に小5とかの時点でちょっと目悪かったんだろうなって思います。アイスありがとうございます。あ、そう、メガネのまま、そう、私も中学に入ってからはメガネのまま視力検査して、コンタクトのまま視力検査してる。それもすごい。そう、本当に多分暇だったんだろうね、小学生の時。なんかさ、スマホを手に持っちゃうようになってから、それ以外の視界がさあんまないけど、あの時って電車乗る時とかも何も見てなかったし、待ち時間とかにスマホ見るとかもないからさ、多分本当に暇だったから覚えられたんだろうなって思う。今は本当にスマホを見ちゃう。何もさ、なくてもさ、
開いちゃって怖って思う自分で、たまに。暗記力はいいのね、瞬間記憶だね、秒で忘れちゃう。ほんと鳥かなっていうぐらいダチョウなのかなって思う。ドゥーンドゥドゥドゥーンドゥドゥ、ほぼ依存症になるよね。え、わかる、ほんとにそう。永遠にショールーム開いて誰かやってないかなとかLINE 見たりとか、 LINE ニュース見たり。そう、スマホね。だからね、ちょっと思うのが、スマホがない時代に女子高生してみたかったなって思います。なんかガラケーとか憧れがある。ネットがない時代の生活をしてみたかったって思います。めっちゃありがとう花束。ダチョウなのかな、サンパル。そうそうそう、ポケベル、ポケベルは昔だね。めっちゃ確かにポケベルとか、指ハートありがとう。ポケベルはね、なんかブラッシュアップライフで、なんだっけ、縦横とかそういうのなんですよね。なんだっけみたいな。でもガラケーはさ、私が保育園くらいの時はさ、お母さんとかもガラケー、普通にガラケーだった気がしてて、なんかミッキーの絵描いてあるやつ使ってたこと記憶ある、ピンクの小学校入ったらスマホ、いやもう大体途中からスマホだって。スマホで恋するフォーチュンクッキーのミュージックビデオめっちゃ見てた記憶あって、ちっちゃい時にお母さんの携帯で。だから小2とかにはもうスマホだったんだろうなって。昔のドラマとかで携帯ない時代だもん。確かにそう、おーそう、こいつ見てた。ディズニーコラボのガラケーとかあったよね。そう、お母さんそれ使ってた。ジェネギャでやる割と最近までガラケー。でも私の友達でまだガラケーの子がね、一人いるはず。今は分かんないけど、なんか大学受験終わるまでガラケーねみたいな決まりの子がいた、友達で中学の時。いや、あの子どうなってるんだろうな今。公衆電話使ったことある？ありますよ公衆電話。お母さんにもしもの時のために使い方を分からないといけないから、使ってみなさいみたいな感じで小学校の時に教えてもらった。ちょっと記憶ないけど、今は最初から感じてもらってたんだけど、私でも最初に持った携帯はキッズフォンみたいなちっちゃいやつで、ホームボタンみたいなのが1個だけあって、定型文しか送れないの。電車に乗りましたとか、テレフォンカード持ってた。持ってますよ今も。非常事態、なんか災害の時に使えるから持ってなさいみたいな。お母さんそういうタイプで持ってる。そう、キッズフォン懐かしいな。定型文しか送れないし、家族しか連絡先なくて。いや今も使ってるのかな。あ、でもいとこがキッズフォン使ってるな。メール送ってきますたまに、めっちゃ可愛い。そう、しっかりした親。そうなんですよね、うちの親はそういう親なんですよね。びっくりだよね、娘がアイドルになるとか言い出して急に紐引っ張るとブザーになるやつ。そう、よくわかったね。そうそうそう、コナンで携帯の進化わかる。確かに初めガラケーだったのにさ、赤いガラケーだったのにさ、で1話かなんかでガラケー買ってあげるよみたいな、新一がランに。いや、そんな感じだよね。そうそうそう、キッズフォンディスプレイ持ち。そうなの。しかもさ、キッズフォンにも第何世代とかがあって、私まだ第3世代とかで、第2とか、本当にちっちゃい画面なのね。もうねもう本当にこんなんなのこんなんで、本当これぐらいで、もう画質もガビガビで、電車に乗りました、今から帰りますとか、ありがとうとかしか送れない。そう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 、そう、コナンスマートフォン、そうだよ、コナンスマホ使ってるんだよ、小学生なのに。小1だよコナンって、びっくり。コナンスマホ2台持ち。そう、新一用とコナン用、たまごっち並み。ほんとたまごっちみたいなサイズ感だった、かわいい。お茶、お水飲みたい。
よし。そういえばこの前劇場版一作目ガラケーだったっすね。え、そうだよ、ポケベル並みですよキッズフォンって。でも今のキッズフォンは文送れるらしい。いとこが送ってた。なんかフリック入力みたいになってた。びっくり。たま、コナンの卵出たの。そうなの。ありがとう紅茶、ハートもありがとうございます。うわー、よし、ちゃんとしようコナンのスマホの料金誰が払ってんだろう。いやもうコナン実家が金持ちだからさ、普通にお母さんが払ってるんじゃない。だってコナン高校生だしなんかおかしいか。ありがとうだるま。なんかだってさ、世界的小説家と世界的女優、引退してるけど、の子供ってもうお金持ちに決まってるじゃんみたいな。しかも米花町もう絶対都会じゃないですか。あゆみちゃんなんてタワマン住んでるししかもお家もさ、駆動亭とか言ってなんかもうさ、なんか 城みたいなところ住んでるし大豪邸。そう、本当にそう。だってあんなに本がブワーって置いてあったら無理だよ。そう、お屋敷だもん。確かにそう。もうスマホの料金代なんて余裕ですよね、きっと。なんでもないんだろうね、娯楽で探偵やってる。本当にそう、親があれだから探偵業ができる。あ、でも探偵も儲かるのかな、あんなけ名探偵だと。あ、そう、赤井さんがね、そうやって。失礼、やめすぎる。本当にそう。だから一番金銭感覚が普通な家ってどこなんだろう。だって元太もさ、あの頻度でうな重を食べられるお家っていう。あ、光彦がお家があれか、お母さんとお父さん先生なのか。そう、あ、そう、あゆみちゃんってコナンの話してる。私もずっとコナンの話ねこんばんは。メンバーの実感は知りません、普通に知らないよ。こんばんは。あの年でうな重、そうだよ、あの年でうな重何杯も食べてさ、うな重ってさ、高かったら普通に 4,5,000 とかするから、1杯 5,000 のやつ2杯いかれたらきついな、1食1万円とか言っていきなりいきなり元太の話をし始める。安室さんの今後が心配時事ネタすぎるでしょ。光彦綱みたいな感じかと思って。いや、光彦の声優さんはさ、ピカチュウと一緒だから可愛いんですよ。そう、室さんの声がこんことねえ、これ、この話アイドルに振っていいと思ってるのみんな笑い事じゃないよね、笑い事じゃないよ。アガサ博士も発明で特許とかと、確かにめっちゃ思ってそう。だってアガサ邸も豪邸じゃないですか、普通に。なんか声優問題でさ、原作でさ、安室さん死んじゃったらどうしようみたいに言ってる人がいて、確かにって思った。なんか急展開が起こっていきなりなんかバーンとかなったら、もう私もえーってなっちゃう。ごめんなさい、そこスルーしてたの間違えて拾っちゃったらもう拾うしかなくなっちゃった。いいよね、今何も。だってこれ知ってる人にしか伝わらないふわっとした話し方してる今。ずっと見てる車の番組も。そうなんだ。何、車の番組、私あれしかわかんない、世界の街道を行くみたいななんだっけ、世界の街道を行くみたいな、なんだっけそう、ガーグラフィック TV、 わかんないな。レトロな車とか、確かに可愛いよね車。なこなん好きだから大丈夫。確かに57分になったら男女読みします。58でいいかな。潜入捜査官のだけにね、本当にそう。え、犯人誰だと思う。犯人じゃないわ、黒幕。みんなで黒幕考察しよう。カラスマレンヤ誰かな。カラスマレンヤ今どうなってると思う。急にいきなり交代するという話もある。やだ、声変わっちゃうの。僕の恋人はこの国さ30分早いんですけど。え、思った、今日たくさん喋ってるからあっという間だ。てててててて、元太何の話だ。元太がカラスマレンヤってこと。
博士なんじゃない知らんけど、えそう思ってたけど、なんかさ原作者の方が否定してるじゃん。博士よし、では男女読みをさせていただきます。イエイ、いきます。いいかな、もうここ変わらないかな。では13位ハルさん、ありがとうございます。12位ランダーさん、ありがとうございます。11位タムヒロさん、ありがとうございます。10位ウツロさん、ありがとうございます。9位アンザさん、ありがとうございます。8位カズヤさん、ありがとうございます。7位カズヒサさん、ありがとうございます。6位チーボーさん、ありがとうございます。5位セッテンガーさん、ありがとうございます。4位ホッシーさん、ありがとうございます。そして3位メープルナオくんさん、ありがとうございます。2位ヨトさん、ありがとうございます。1位コミュニストさん、ありがとうございます。ありがとう。アムロさんの話言ってしまいごめんね。いいよ謝らないで、触れたくなるよね。コナンの話した私が悪いあ、光彦黒幕説わかる、面白いその説。まだ喋るよ、あと2分あるからねありがとうとか言って喋り続ける。ありがとう、本当にありがとうございます。今日2回して来てくれてあっという間でした。楽しかった。コメントたくさんしてくれてありがとうございました。本当にありがとうの気持ち。あ、切れるまでやろうかな。多分切れるよねこれ。ではではでは、おやすみ、いい夢見てね、ゆっくり休んでください。明日この後一人ごと喋り続けるいや多分急に黙りますじゃあまた明日、明日ですね、明日、明日も夜します。ちゃんと聞かれてね、多分夜中に書くよ。じゃあねバイバイ、ありがとうございました。切れるまで待とう、ずっと手振ってる。おやすみなさい、バイバイみんなのそうコメント読んでる、ありがとう、おやすみ切れない、意外と59分、ありがとうございます、ありがとうございました。またね、ありがとう、ありがとう、そうそうそう、いつ切れても、あ